はいどうもこんにちは、こんばんは。ということで今回からですね、ドラゴンクエスト8のクリア後をですね、まあやっていきたいなと思っておりますんでですね、まあ前回あれ終わってからですね、いつも通りですね、まあ裏ボスはいるかっていうことだけを調べた結果ですね、裏ボスはいるっていうことは分かりました。で今現在分かってる情報はですね、裏ボスがいるっていう情報と、あとですね、まずは宿屋に泊まってからスタートってことしか知りません。それ以外は何も知らないのでですね、まあ今回からですね、完全初見のクリア後の冒険スタートという、まあ、タイトルでやらせてもらいますんで、皆さんよろしくお願いします。まあいつものね、まあパターンでしょうということで、で何やってんのかって、いや違うんだってか、あれさ、なんか星マークがセーブマークついたじゃん。であそこからどうなってんのかちょっと分かんなかったんで、まあちょっとよっしゃ来た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 。ねえ、ちょっとね、これ絶対当たんの、これ絶対当たるから、これちょっと打ってから裏ボス倒しに行こうかなと思って、これ絶対これクズかよちょ、ギャンブルハマりすぎだろうってちょ、いやいいか、ちょっとこれでいいから、これでいいから、なんだよ、ゲームでカジノとかやったことねえとか言ってやり始めたらハマってんじゃねえって、すいませんでした、すいません。これね、8のやつ面白いんで、おお、来た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 、8のやつ何が面白いかって、これ斜め斜めか分かる、行く行く行く、じゃあ分かった、行くよ、待ってよハマりすぎだろって、ごめんなさい。さあ行きましょう。でもってゲート分かってんのかね、まあ終わったのと一緒だよね、だから倒す前に戻ってきてるってことなんだよね。あ、レッドオーブルとシルバーオーブとかもある。あ、オーブがある。あ、オーブがある。ちょっと待って、袋の整理しよう、しべて順、あれ、ちょっと待って、どう、袋か、オーブ全部ある、あった、7個だっけ、あった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 、1、2、3、4、5、6、7、本当に戦いに行く前に戻ったってことか、そういうことだね、こっかってことだよね。でこれに宿屋に泊まるらしいんだわ、宿屋に泊まってそっからって言ってるか、まあ、それ以外の情報ないんでね、まあ、ここまでさ、またいつも通りネタバレなしでよろしくお願いします。だからどれぐらい続くのかがちょっと、あれどこだっけ、宿屋ここじゃなかったっけ、ここだっけ、ここだったな、ここだったね。さあどんな敵が、どんな冒険が待っているのか、まあ、裏ボスはいるってことは分かってるからね、もうね、これがまた楽しみというかね、やんないと思った人います？まあでもまあまあ、ずっとね、僕のね、実況見てきたはね、今このスタイルいつもやってるんでね、あれだと思いますけど、ちゃんとやりますから、ちゃんとやりますから。ただね、言いますけども、あれなんですよ、やり込み要素なんで、多分レベル上げとかが結構入ってきたりすると1日1本と上げれなくなってしまうので、なのでこっちはちょっと不定期配信ちゃうになると思います。でですね、まあ9の実況が多分この動画を上げる頃には多分9の、実況動画が始まってると思いますんで、まあそちらも皆さんよろしければ応援してください。でこちらはね、ちょっと不定期になりますけども、まあ1ヶ月とかね開かないよ、まあそれコンスタントにポンポンポンと上がっていきますけども、よろしくお願いします。ということで、さあ行こう。お、こうやって、あ、これあれじゃん、あれじゃん、あそこじゃん、行ったとこじゃん、あれ見つけたとこだ。なんだ、俺ミーティアがあれさ出てくんのかと思ったなんか言ってくんのかなと思った。あ、なんだ、ここが関係するとこだったんだね。でも何気にさ思ったんだけどさ、8さ全然謎解けてなくねなんか肝心な謎全然解けてなくねと思ってやめ、やるに決まってんじゃん、やるに決まってんじゃん、こんな中途半端でこんな面白いゲームやめるわけないじゃん、絶対やるよ、やるやる、よし行こう、最高、どうなるの、あそこ行けばいいのかな。ね、持って道具で袋で、さあ行きましょうかね。あれどこ行った？あ、待った、ごめん。どこだどこ行った、どこ行った、身長ちゃん、あ、いた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 、魂ね、行こう、オッケー、さあ使った、さあどうなることやら、どうなることやら、場所がわかんねえな、どこだったっけな、場所がちょっといまいちわからんちゃわからんわな、どこだっけ、あれか、違うな、どこだったっけどこだったっけ、忘れちった、あれどこだったっけな、裏か、ごめん、久々にちょっと近い、あ、近い、これか、これか、
これだこれだこれだこれか。オッケーオッケー。結構ピンポイントだねこれね。結構ピンポイントだよね。さあどうなる。あれ前回来た時とはなんか違うことある。前回来た時と、あーやっぱちょっと違う。これの紋章がなかったよね前回は。この紋章が、おお、どっかに行く。なんだ音が変わった。ボスか。なんでどこだここ。あ、これ戻っちゃった。もういつでも戻れるのね。戻れる、心配ありません。心配なかった。いつでも戻れるってことが分かった。ちょっとごめんちょっとごめんね。それはちょっとさ、ほら気になるじゃん。それは気になるじゃん。気になるじゃん。行こう。でどっちだ。まっすぐか、こっちか。まずはマップだ。前も分かってる。どうせどっか入り口の近くにあるんでしょ。もう持っててよくねってやろ。さあ敵の強さだ。あれこれ見たことある。なんだこれ。ダークワンワン。ダークワンワン見たことないんだけど。ま、作戦でメールさせろで、ちょっと分からないんで、いけますね、行きましょう。さあどうなる。なんどれぐらい、何パートぐらいになるのかちょっとわからないんだよね。まだねやってないのもあるんですよ。どれを動画にしようかなって思ってるのも結構あって、まだちょっと長いかもしれないんだけど、長くなっちゃうけど、あのほらフィールドのさ、なんだっけ、あのなんだ、なんつったっけ、あのスカウトモンスターっていうのか、あれをまだちょっとやってないじゃん。これダークワンワン強くね。ワンワン、ちょっとワンワン強くねえか。平気だった。ダークがついてるってことは下の世界と。ナイス、強いね強いね。52から強くして、結構 126? めちゃめちゃ強くねえか。100か。ここ仲間欲しいな。85。これなんかあれなのかな、これがなんだろう、あのなんだっけ、裏ダンジョンみたいな感じなのかな。じゃあそういうことなのかな。6とかでもあったじゃん、あんな感じなのかな。命のブレスレット、なんだ命のブレスレットって。最大 HP を30増やしてくれる素敵な腕輪だって。30増えるって結構でかくね。結構でかくない。守備力も増えてるし。ああでも豪傑の指輪か。30って結構でかくない。命のどうなんだろうね。これちょっといい？はい。OK しよう。30ってでかくね？あ、30でかいよね。でもポンって出たから、そんな。お、300いった、300いった。いいじゃん、いいじゃん。あ、めちゃめちゃいい。ポンって出たから、あれかな、ドロップやったらそんな悪くない。そんな、あれなのか、悪いわけではないのか。そっか、そんなやったらすぐ出ないか。でもって、どこだ？いや、多分絶対どっかに近所にあるんだって。もう今までのパティンわかるじゃん。わかるじゃん。地図はあるでしょ多分。いやまさか地図がないってことは。デスストーカーだって。なあ何がデスストーカー。お前らパンツ仮面やないかお前。忘れてないぞお前ら。パンツ仮面やろお前ら。ヒーローズにもいっぱい出てきやがって。3人、あ、ちょうどあれだわ、これの前に撮ったヒーローズの動画で3人出てきたわ。そういえば出てきたわ、ちょうどいたわこいつら、この3人強いのかな。強いな。138か。まあね、ちょっと楽しいよね今。一番嬉しいの実況して、何が嬉しいかがある。このクリアゴンをやれるし、でしかもナインというまた新しいゲームをやれるっていうこの瞬間ね、これが超楽しい。ただ問題があって、ちょっと青井さんなんかね、あ、鼻の音がちょっと痛くてですね。このタイミングでちょっとね、体調は大丈夫なんですけど、ちょっとね喉が。おお、もう一匹現れた。お前らなんだ、お前らいっぱい出てくるじゃねえかよ。50 52 60 86か。地図くれ、地図、地図がねえと分かんない。だからラスト6のラストダンジョンみたいなもんなのかなと思ってんだけど、違うのかな。でも一番いつもだったらあれだよね、地図が一番すぐ出てくるよね。あったよね。まあいいや、行こう。そうか、まあいいや、普通に行ってみよう。まあまあマップを覚えれば。64いいよね。クリア後をやりながら、クリア後のドキドキと新しいゲームのドキドキがまたってね、それ皆
のでね、皆さん良ければそこの瞬間を楽しんでもらえればいいかなと。もう二度とできませんからね。ないのね、実況も始まりもないの話するのもあれですけども、まああちらもね、もう最後の初見実況となってますんでね。マップがねえからわかんね。どっちだ。あ、今あっちで左のとこしかなかった。これなんだろうね。なんだろうこれ。宝箱がない。あれも俺見落としてきた。ホラーウォーカー。ちょっと待って、いきなり襲ってきてる。いきなり襲ってきてる。結構待った、これめちゃめちゃ強くないですか。ちょっと待ってくれ。呪われとる、呪われてる。ちょっと待って、ちょっと逃げさせて。よし、ナイスナイスナイス。困った。ちょっと待って、おっさんなんか言うのかな。いつまで低レベルいれるかと思ったが、ここまで来るとよ、大統領かっこいいぞ。あ、これやっぱ低かったのかな、ちょっと低かったのかな。あれね、あのラプソンの前にちょっとやった時にさ、これ言ったっけ。あ、言ってなかったっけ。これ開いたらさ、そう、低レベルがどうこうってか、レベルちょっと低かったのかなと思って、ラブソン。いや、でも、そう、まあまあ、俺が倒せんだから、まあ、低いってことはないか。今んとこ、ダークワンワン来た。逃げれ。よし、オッケー。もう結構逃げれんじゃん。レベルが高いのか低いのかってわかん、ちょうどいいぐらいなのかなと思ったけど、あれ見たらちょっと低いから、もしかしたらちょっと低い。低いことはないか。だって装備あれだぜ。ゾンビキラーだぜ。最後このゾンビキュラーは聖剣やからね。これは魔王を倒した聖剣。最後あれだよね、あのラプソーンって確かあれだったよね。これね、はやぶさぎ、うーん、わかんねえ。マップがねえからわかんない。まあいっか、逃げる。おー、結構逃げれんじゃん。ゾンビキュラーで確かあれだよね、はやぶさぎりかなんかで倒せなかったっけ。聖剣だからね。もう魔王を倒したゾンビキュラーじゃないからね、聖剣だからね。これエリアチェンジだ。こっちじゃない。ちょっと待った。違う。もう一個行こう。もう一個行こう。わかんねえ。わかんねえ。違うかもしれん。もう一個のとこ行こう。あれ、今までで初めてじゃない？地図がすぐないって。ほな、あった？なんだ、ケムンクルスだもんね。初めて見たね。誰の靴だ、それ。誰、どっから盗んできた、それ。あ、ちょっと、ゼシカの HP が30増えてんの結構でかくね？でかいよね。あれ、命のブレスレットだったっけ。あれ欲しいな。あ、逃げれた。よしよしよし、逃げれる逃げれる。まあね、そんなに長くはないと思うんで、クリア後ね、そんな長くはないと思うんですけど、あとはあれだね、何の動画を撮れたらいいかなって感じ。皆さんがもしかして、まあ、ナインのね、動画をもし降りれた。どうした、黙って、どうしたって。いや、違うんだ、これ落ちてくんじゃねえと思ったんだ。いつぞやなんかあったじゃん。ないか。なんだよ、ケモンクルス。ちょ待って、チーブ読み。まあまあ、まったりマイペースにこっちはやっていきますね。皆さんよろしくお願いします。早く終わらせたらもったいないじゃん。終わらせたらもったいないじゃん。だってドラクエでね、シリーズでね、ちょっと僕の中で一番のちょっと後悔が一個あるんですよ。ちょっとね、ちょっとありまして、5がちょっとね、ちょっとこう、まあ、生放送でもちょっと言ったことあるんですけど、結構ね、あのセーブできるとこまでやるみたいな感じでこうやってたりとか、一つの山間を迎えるまでやるみたいな感じでやってたんで、これ2時間ぐらい撮った動画を30分とかで編集してたんですよ。そう、結構ね、焦ってやってたんで、ちょっとあれをね、ほんとね、ちょっともったいないなと思って。だからあれだよね、5ってあれなんだよね、確かあれだよね、あのなんだっけ、リメイク版かなんかあったっけ。あるある、ない、どっちか分かんない。あったよね。だからリメイク版でもちょっとゆっくりもう一回やりたいなと思ってるんだよね。まあ実況はさすがに皆さん、うん、見たいと思うかどうか分かんないですけど見たいっていう声があればね、またちょっとそっち、またリメイク版もやろうと思ってるんで。8もね、見ましたけどね、ちょっとリメイク版を声付きでちょっとやってみたいなって思う気持ちもあるんで、まあそれもまた、まあ、動画にちょっとしてくれっていう声があればまたしようかなと思いますし、まあまあゴロゴロ寝ながらね寝る前にやるっていうのも面白さなんでね、まあそこはちょっとどっちにするかわからないですけど、まあ動画にすることがあったらまた見てあげてください。これどっちだろう、あっちでよかったんかな。あ、なんか違う、お、なんか嫌な予感がする。こっち正規ルートだったくさくね。ちょ、マジかよ、マジか、これどっちよ。
戸惑っている。よし、 OK、 待っとけ待っとけ待っとけ。さあ、マップがねえでゲス。まあまあ一応マップの感じは覚えたからまあいいよね。あ、待った、忘れた、ちょっとごめん。これ多分逃げれないと思う。お、逃げ、なんでこんな逃げれんのここ、すんげえ逃げれんだけど。ヤンガス忘れた、盗賊の花6個か。あ、でも賢者の石もあるんだよな。ゼシカ持ってるよね、持ってんだよね。賢者の石あるかなと思ったけど、そうはな、そうじゃないのか。6個か、なんかあるのかな。ここなんだろうね。あれ、行き止まり区画でホロゴーストが現れた。特技チーム読み、行きます。さあ行こう行こう。まだねちょっとね、このシンボルが世界中にいると思うんですよ、まだ。なのでそれをちょっと探す旅もちょ正直やりたいんですよ、エイトは。やりたいんで。ただね、失敗したことが1個あるんですよ。世界がこうなってしまったから、なんかトヘロスだっけ、あれ使ってもあのね、あの敵がバンバン出るっていう。やっちゃ、いや、もうそれ分かんないじゃん、俺だって初見実況だから分かんないじゃんそんなこと。いや、あとあとね、ちょっとトヘロス使ってこうバーって行こうかなと思ったんだけど、今トヘロス使ってもさ、あのなんか闇の住人みたいなやつで行くからさ、こう逃げれないっていうね、バンバン出壊すっていうのがちょっと出てきちゃったんだね。これは参ったなってね、ちょっと知らなかったんであれなんだけど。あと言ってる通りバトルロードもありますから、ありますから、ちょっとバトルロードを倒して、まあ多分俺の予想だとモリーだから、多分なんかすごいのはあるんじゃないかなと思うよ、思うのよ。絶対あるでしょ、だってなんだっけ、 S ランクだったっけ。最初の方にさ、動画でさ、 A ランクの上 S ランクあるんじゃねみたいなことを言ってなかったこれ。当たったね、当たったか。いやいや、それはみんな思うことか。あ、絶対あるよね。 A 終わったら絶対 S ランクってなんだかんだであるじゃん。なんなのここ、これなんなのここ。宝箱欲しいな。ちょっと全部開けなきゃダメだね。ちょっと探索パートになりますけど、皆さんよろしくお願いします。地図がない、地図がないんだけど、嘘でしょ。わ、いっぱいいる。どうするかなって。ライデインでしょ、でヤンガスとかな、ま、なんだかんだで、ま、やっぱこれなんかな。やっぱなんだかんだでね、ま、なんだかんだでね。なんだかんだでこうなのかなと。激しい稲妻きた。30、35、まあまあこんなもんでだっていいんじゃない。力を貯めている。あ、2回だっけ。でもあれなんだよな、ちょ、戻すか、一回戻すか。単発だからね、こういう時はあれなのかな、レーザー持ってるキラーマシーンとかさ。あ、やっぱこっちが強いかな。これ2匹ぐらいの方がいいかな。やべ、これ死んでない、でも。ちょ待って、これゼシカだったら死んでね、もう死んでるよね。じゃあ、まばゆい光が来た。ゼシカだったら死んでると思いますよ、僕。全身の力を貯めた。やばい、来た、300日通え。マジかよ、これ死んどるぞ、これ。うわ、またレベル低いな、ちょっと。普通にテンション戻った。オッケー、ちょっと戻してみっか。あ、与えられなかった。え、なんで。レーザーいいよね。あ、ダメだ、めちゃめちゃ強くね。やばい、ここちょっとダンジョン強くない。うわ、やべ、戻そう。オッケー、勝利で戻ってらっしゃい。ちょっと本気で行こうぜ。で、戦う作戦ね、ガンガン行こうぜに変えて、戦うで呪文で、まあライディーン打っとけばいいでしょう。あかん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 。ちょ待って、マジやばい。あ、これ違うわ、ダメだここ。あ、やばくね、ここ。ここちょっと待って。え、ここやばくね。これリレミドで帰れんのかな。やばい、ちょっと待って、どうしよう。
カブトマリか。与えられない。え、どうしよう。死ぬ臭くねえか。逃げよう。いや、やっぱ逃げれない。ちょっと待って。いや、ああ、やっちまった。どうするよこれ。よし、ナイス。ちょ待って、ちょっと待ってくれ。生き返らせる呪文なんやないかこれ。やばい。あ、出れる。ちょっと待ってくれ。ちょっと待って、やっちまった。あれ、ルーラ泣くね。ちょっと待って、一回ちょっと戻ってくる。ちょっと待っといて。さあ、戻ってきました。でね、入り口のとこさっきほら、こっちかどうこうって言ったとこでしょ。こっち行こう。なんでかっていうとね、地図がない。ちょっと取りに行こう。多分こっちでしょ。さっきの方ってあれ絶対正解ルートだったじゃん。で、ちょっとびっくりしたんだけど、俺さっきさ、結構さ、進んでたからさ、分かんなかったんだけど、ここ結構強くね、敵めちゃめちゃ強いんだけど。今さ戻ったじゃん。ここまで戻ってくる間に一回死にかけたんだけど。いやマジでここめちゃめちゃ強いじゃん。だってやばい、レベル上げちょっと本格的にしなきゃダメだわ。まさかこんな強いとは。ちょっとレベル上げっていうか、ダメだ。ちょっと待って、逃げちゃう。逃げれで、やばい、やばい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 、マジやばい、マジやばいやばいやばい。ちょっと待って、やめて、ほんとマジ、ごめんなさい。次ちゃんと戦いますから。はい、チーム呼び2回やって、2回とも殺されたからさっき。よし、危ない。一旦ここ立て直そう。オッケー。ここつえーな。おー、オラをワクワクすぞってね。いやマジで、あれないのかな、地図。さっきの、まさか、こっちが正規ルートとかないよね。また今、右の方にあったね。ちょっとね、入り口ね。あ、いや、右の方にも見ちゃったよね。こっちのレベル上げしていきましょうか。なんだこれ。なんか壁画がある。待った、まさかこっちが。でも、剣か。なんかでっかい人間がちっちゃい人間がいる。あ、待って、見てこれ、手なんか鎖みたいの繋がれてない？あれなんだろうこれ。なんかの謎の壁画があった。うわ、なんかワイトキングだ。ワイトキング来た。死んだんだ今。これ殺しちまったんだ。ちょ、まずいよ。ここ、いやー怖い、マジか。4したナイスナイス、よかった。危ない。このこっちめちゃめちゃ強くね。ちょっとレベル上げも兼ねて、ちょっと装備もね、少しちゃんとしません。ちょっとここらでちょっとちゃんとレベル上げを。いや、いらんからデス通道か。いらんから、オッケー、いらんから。それちょ、本格的にそんな一気にレベル上げしようと思わないけど、ちょっと装備かなんかを整えて、オッケー、ナイス、やっていかないとちょっとやばいな。今までのダンジョンとは格段にちょっと。ナイスナイス、いいねいいんじゃない。ちょっとどこ、レベル上げスポッツってどこだっけ。ナイス、いいよ。スポッツってどこだっけ。なんだっけ、さ、スライムしかいないとこあったじゃん。あそこか。あそこでちょっとレベル上げを、そんなんじゃなくて2個ぐらい上げてこようかな。じゃあ40ぐらいにしてこようか。少しで装備もちょっと整えて。やべ、ブーメランの方がいいかな、青さんね、道具。ちょっと待って、道具、いや持ってねえし。やめて、それ何なのその攻撃。
通の攻撃なんかな。やめて、あ、ナイス、絶対死んでただろ今、絶対死んでただろ今の攻撃。めちゃめちゃ強いやないか、ここの敵。ここでレベル、でもめちゃめちゃかわしてくれんだけど、みんな27。次リベンジしましょうか。またちょっとだけレベル上げて、ちょっとだけ装備揃えて、ちょっとだけじゃないと進めねえわここ。ちょっと他のあの、よっしゃ、オッケー、ガチやないか、全力だぜ、全力でやってんだけど、ふざけんな、マジでここ強いな、ここ。あれなんだ、地図がないんだけど。わあ、なんだこっち正規ルート、え、まさかのこっち正規ルートっすか。あ、違う、うわー、宝箱、宝箱、あ、違う、こっち正規ルート臭くないな。戦う呪文でギガデイン、よし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 、あれどっちなんだろう、わかんないな、どっちだ。ちょっとだけ装備と揃えよう、やっぱちょっとだけ格段に強えわ。この先にいるボス勝てねえよ、絶対、絶対勝てねえ、絶対勝てない、これは勝てないね、今のままだとね。ギリギリも楽しいんだけど、ちょっと上げていこう、じゃあ先に進めねえや。いや、まさかいきなりこんなに強くなると思わなかったねいや、マジでマジでマジでこんな強くなるかね。そうでもな、いいよ、はい、どうも、129。まあここら辺はいいけどね、これぐらいだったらいいけどね、5匹ぐらい出られてやばいよね。オッケー、これなんか呪いとか食らうのかなと思って、そういうわけではないんだね。オッケー、あ、忘れてた、ちょっと1個忘れてた、ちょっと修行の前に忘れてたわ、装備だわ、装備すっかり忘れてた、装備。あ、でね、あの、申し訳ないんだけど、多分思ったと思うんですけど、あの、多分生き返らせるやつあったよね、多分ね、生き返らせるやつ、なんだっけ、世界樹の葉とか持ってたよね多分俺ね。すいません、ちょっとね、 MP 回復アイテムとこういうのはね使わない、ちょっと昔から自分で勝手に縛りプレイやってるんです、すいませんこれ使わないんで、ほんとごめんなさい、これちょっと使わないっていうね、昔からね勝手にやってるんです、すいません、ほんとこれ縛りプレイなのでこれは、わー、行き止まりだった、こっち行き止まりだ、鍵がかかってる、さあ開けた、うわー、すげーの出てきた、うわー、うわ、すげー、ハルグレメタルの鎧で誰が装備できるんだろう、え、これ誰がいいんだろう、こういうのってゼシカじゃねえのかなと思うんだけど、うわー、すげー、ゼシカ行こうぜこういうのは、いや、まあまあ一回ちょっといい、ちょっとちょっとちょっと、いや、ククールか、ククール死んだらまずいから、ククールの方がいいのか。いや、でも全体的にね、一人だけさ防御が高くなっても仕方ないじゃん。うわ、すげーの来た、すげーの来た、うわー、待って、残りあと5個だっけ、うわー、うわー、残り5個見て、あそこに行かんだあそこにも1個あるんだ。まあ正規ルートはあっちだってことが分かった。ただ地図がない、地図がない、なぜない、なぜこんなに地図がない、ダメだちょっと待って、もう1個上上がってたけど見ちゃったね。あの壁画なんだろうね、あれね、壁画なんだろう。 OK、 35のダメージだ。いやー、いいね、いいね、ちょっと待って、ちょっとごめん、オッケー、で、違う違う違う、忘れた、ごめんごめん、で、釜か、え、待った、そうそう、で、なんだっけ、あれ取ったじゃん、あれ古びた剣かなんか、あれなんか錬金できるよね。まあ、次でやるか、次でやるか、で、ちょっと地図取って終わりたい。もう一個横になんか道あったよね、ここの壁画、これな、あ、待った、あ、なんかある、なんだこれ、竜か、竜だ、竜の壁画がある、え、なんなのここ、やべ、ね、なんで出てくる、そこでワイトキング、まあいいでしょ、逃げようぜ、
ましょう。一人なら迷わず逃げる。大丈夫だ。じゃあこっちじゃなくてもう一個の道あったよね。マップないとこってあ、いやまああるか、あるっちゃあるか。そういうギガデン、おっ、いや一匹、なんなんこの3匹と違うの。やめて、94、分かった、やめて。うわっ、これはこれは全滅して終わるオチか。52、やめてちょっといつもの全滅してマジかよって終わるパティ。63、やってもた、ギガデン入ってもた、パキンって言ってもた。やめて、ちょっと待って、やめてください、助けてください。バギクロス来ないね。オッケー、危なっ、ちょっと待って、にそこ避けんのかい。あとゼシカが、ちょっと待って、作戦で命令させるのに変えといて、で戦うで青さん特技で、ギガスラッシュしとこう。オッケー、でヤンガスが特技で普通にね、で呪文でレホマラで道具でのラスボス戦やないか。俺やってる内容ラスボス戦やないか。もうやめて、やめて、魔法堂、危ない、スコタラカン、スコタラカン、ユーナスやめて、あ、死ぬ、やばい。ちょっと倒れ方が、あー、ゼシカが死んでしもうた。オッケー、顔がちょっと、オッケー、ちょっと待って、なんか魔法が封じられてるって何今の。なんなの、なんかそんな食らった、めちゃくちゃ強いやないか、ここ。どういうこと、特技、食べ過ぎ、ヤンガス特技、防御、オッケー、やめて、やめて。もうなんなん、ちょっと、やばい、待って、マジやばい、笑いごっちゃねえ。笑いごっちゃねえぐらい強いぞ、これ。危な、ちょっとレベルと出直していきます、一回。出直してきてですね、またちょっと、ですね、まあ毎日1本はちょっと無理かもしれませんが、ドラケネ8の方はね、9の方は多分1本上げれると思いますけども、こっちはまあ不定期配信に言いましたけども、なると思いますけども、ちょっと修行して、出直してこようかなと。ちょっと、そこのさ、道あったじゃん。ここ。もう一個の方だけ行かせて。ワンチャンマップがあるかもしれないから。あ、マップじゃないわ、地図か。地図ねえから分かりづらいんだろう。ない、ある、ないってこと。あ、これさっきんとここっちだったっけ。もうデスストーカーもういいわ。オッケー、ナイス。あれさっきんとここっちだったっけ。あれさっきんとここっちだったんだっけ。そうか、こっちか。さっきんとこっちだったのか。はい、ということで。ちょっとですね、時間が来ましたが、ちょっとだけ装備揃えてですね、ちょっとだけレベル上げしてこようかなと思っております。結構強いね。ちょっとだけですよ。40ぐらいにしてからまた、再開したいかなと思っております。それでは、ということでですね、まあこっちも最後までですね、クリア後裏ボスもね、まあ、どんだけ強いか何なのかちょっと今のところ全く分かんない手探りなんですけども、まあやりたいなと思ってますし、まあ9の方もね始まったのでできたらそちらの方もね応援していただけているとですね嬉しいのでよろしくお願いします。ということで今回この辺で終わります。よろしければチャンネル登録そして高評価などもお願いしますね。それでは皆さん